郷原信夫の日本の権力を切る、今日は、今年初めて上正弘医師に来ていただきました。医療ガバナンス研究所の理事長です。もう何回もここに来ていただいてお話を伺ってます。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。コロナ感染も、ようやく峠を越えたというか、この今年の5月ぐらいからですか、2類が5類になるということで、コロナ対策も随分変わってくるでしょうし、ようやくその我々のコロナというものに対するこう見方もちょっと違ってきて、少しずつこう平常が取り戻せてきたかなっていう感じになってるんですが、今日はこれまでのですね、約3年間の日本のコロナ対策がどうだったのか、何が問題だったのか、問題があったとしたら誰が悪かったのかというようなところを含めてですね、今後もまた感染症の問題っていうのはまた発生することで十分にあるでしょうし、今日はそういう、こう振り返りをしてみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。この3年間のコロナ対策、神様はどのように全体として評価されているでしょうか。私は非常に問題、おそらく先進国の中で最低レベルだったと思います。その根拠ってのは死者が多いことなんですね。先進国の中でコロナの感染者の日本は6倍超過死亡があるんです。そんな国ないんです。普通はコロナで亡くなった分だけ増えるんで1倍前後なんですが、これも過剰に危機を煽って高齢者を家でじっとさせたからなんですね。さらにその巨額の税金を投入しましたね。日本のコロナ対策費ってのはもう先進国で最も多いのが一つですね。経済的にも健康の面においてもパフォーマンスが極めて悪かったので、先進国の中では最低レベルだと思います。どういうところに問題があったんでしょうか。一言で言うと国民を向いてないんですね。感染症のことしか関心がないんです。国民の命生活よりも感染症が減ればいいと。これはやっぱり法の立て付けに問題があるんです。感染症法っていうのは非常に古い、ひな形が明治時代にできてまして、感染者を強制隔離するっていう、戦前は内務省がやってたんですね。衛生警察と言われる方々が感染者を隔離し、そして周辺ご家族も隔離するので、すごい大きな権限を持つんですよ。経済活動の停止もできますよね。抑制もできるので、だから一旦動き出すと当事者はもう容易にその権限離さないんです。なるほど。感染者を隔離するための病院がある、そのために独立行政法人をわざわざ作ってきたんですね。でそういうところに、例えば国立病院機構っていうのはコロナの最中2020か21年か1000億円以上補助金が入ってるんです。そこにもちろん天下りもできるし、こういう利権が絡んでるんだと思います。なるほど。戦前からの流れで、これまでの話もよく出てきましたけど、感染症村といわれるその衛生警察的な組織の利権的なものが中心になって、感染症対策というのが医療として国民のためにというよりも自分たちの権益のためにやられてきた面がある。はい、もうその一点だと思います。あんまり議論されないんですが、この日本の感染症対策というのは旧帝国陸海軍と内務省衛生警察の交差点なんですね。なるほど。国立病院機構や国立国際医療センター、元は旧陸軍病院なんです。この関係者がワクチンを作ってたんです。731部隊なんかの関係者ですよね。それが戦後帰ってきます。それから衛生警察の、この内務省から昭和13年に分離するのが厚生省なんです。筆頭局は体力局っていうんですね。徴兵制度の補完機関なんです。この方々が戦後残ってきて、感染者を強制隔離するっていう、もっぱらこれだけなんです。科学的な議論抜きにこれだけでやってきてるので、このために隔離施設があったり補助金があったりポストがついてるので、彼らは感染のことしか言いませんよね。そうですね。国民の健康を害してるなんて言わないですよね。結局その感染症対策中心の考え方が国民の健康を全体的に害したというか、特に高齢者のところで体力が落ち、健康を損なって死亡する人が増えたということになるわけですね。はい、
我々の研究所で厚生省のデータで調べたんですが、コロナ前の2019年と2021年の死亡者、うん、死亡統計なんで、まあ、我々硬いっていうんですが、まあ、間違いがない死者数が一番増えたのはなんと老衰なんです、うん、コロナの方の約 1.6 倍ぐらい多いんですよ。それ以外に激増したのが誤嚥性肺炎やアルツハイマー病で亡くなった方が増えてるんです。そういう方々、コロナ以外の死者を全部足すと、去年の3月にアメリカのワシントン大学の研究者が発表した論文とほぼ同じ、超過死亡が約6倍になるんです。これは有識事態ですよね。まあ、問題はそういう日本のコロナ対策の中心にですね、どういう人がその感染対策を主導してきたのかということなんですが、まあ、まず思い当たるのはやはりいつも政府の感染対策で中心的な役割を果たしてきた尾身さんという方がいらっしゃいましてね、やっぱ尾身先生を象徴して異形の技官の問題大きいんです、うん、多分郷原先生が理解できないと思いますけど、うん、あれ政府批判、例えば5類に下げるって決まった時に朝日新聞の一面で政府批判されるんです、うん、普通は政府批判されるならやめますよね。それから指摘、有識者の指摘の声明みたいなの出されるんですよ、うん、これ尾身さんです。尾身さんたち普通は辞表叩きつけますよね、うん、官僚どもみたいに戻る行動が多いんです。でこれやっぱり法治国家の法律なんですが、コロナ対策ってのは医療面では感染症法と検疫法でできてるんです、法的根拠が、うん、これは厚生省健康局結核感染症課っていうのが持ってるんです。そこの局長も課長ポストも異形の技官のポストなんです、うん、ここが差配する予算で、感染研とかああいうのがまあ基本的にあるんです。つまりこの法律を持ってる方々、この人たちの意向が強く出るんです。で日本の特徴のってのは、例えば千代田区にあるような霞が関や丸の内や永田町、大手町、こういうところで決めたことが全国つつ裏々に強制しますよね、うん、日本の場合はその専門家が間違った場合に方向修正が効かないんです、うん、でコロナ対策っていうのは正しいなんて分からないんです、うん、試行錯誤をしていってみんな合わせていくんですが、うん、世界では今やコロナは普通の風邪であると、うん、ウィズコロナだって言ってるのに最近まで二類って、これ鳥インフルエンザと同じ扱いをしてきたんですよ。やっぱりこういうある意味明治維新が作った、まあ、千代田幕府みたいな、もう全く自分たちやったことを間違わないから全部こういう仕組みがワークしてないんだと思いますね。今回二類から五類に変更することになりましたけども、それに対しても相当な強い抵抗があったわけですね、はい、それはなぜなんでしょうか。なぜそこまでこだわるんでしょうか。二類においてやられてることが補助金が出る、現場に例えば保健所を介して現場に返す法的根拠が二類であることなんですよ。補助金つける根拠もそうです。なるほど。法的根拠がなくなるとポストと金がなくなるんですよね。なるほど、うん、利権に影響しちゃうわけですね。でも尾身先生っていうのは、地域医療振興機構って、ところの理事長をなさってました。ここは何のために残ってるかって、これ独法の設置根拠法には、うん、公衆衛生危機に対応するためって書かれてるんです、うん、だから平素から天下りが行って補助金がつくんです、うん、で尾身先生のとこはちょっと正確な数字忘れました、まあ、5、600億円年間に補助金入ってるんです、うん、財務報告独法だからしますから、それはほとんど使われずに内部に溜め込まれていったんですね。なるほど。国会なんかでも、補助金適正使用法違反の疑いがある、適正化法ですね、補助金適正化法、はい、の疑いがあるって議論されるんです、はい、で尾身先生は任期の途中、そういう議論があったら任期の途中に退職されて、これ一般財団の結核予防会ってここもまた出てきましたね、うん、厚生省の関連団体ですの理事長に移られるんです、うん、そういうのを見るとこの人たちってのは何をやってるんだろうかと。でそういうその自分 の, その本業の方のポストは変わって、はい、その例の政府の感染対策 の, 何でしたっけ、専門家会の座長、はい、あの立場はどうなんですか。あの立場はずっと続けてられますよね。でしかもとにかく公の場でおっしゃればいいのに、私的な会合みたいなメッセージをやたら出されるんですよ。インスタグラムまでやってましたね。そうなんです、
で最近も五類の朝日新聞の一面で岸田総理批判するみたいな、批判するんだったらこうやめればいいと思うんですけどね、なんかああいうポストにしがみつかれますね。まあ、そういう意味で感染症村的な考え方が日本のコロナ対策を歪めてきた、はい、まあ、その中心に専門家会議の座長であった尾身さんという方がいらしたということは間違いないということなんですね、はい。あの専門家が暴走した場合って止めれないんですよ、日本の仕組みだと。戦前の軍官僚の暴走と似てて、高度に専門的なので、千代田区のそういうヘッドクォーターで専門家が一致団結して違うことを言ったら止める仕組みがないんですね。あの世界は専門家は本当に専門家で議論する場所ってのはネイチャーだったりランセットみたいな紙面で議論されるんです。ああいうところが専門家の声を集約していくので、ある意味独立してるんですよ。中国の研究者もコロナの遺伝子の配列はイギリスのネイチャーに発表して、それをドイツのトルコ系移民の方々がワクチンの構造、それをニューヨークのヘッドクォーターがあるファイザーが開発するんですね。ある意味グローバルにコンセンサスできるのが、日本の場合は本当と専門家としての力量があるとは思えないような厚労省の一部の役人や尾身さんたちが、ある意味適当に決めるんです。でそれをずっと3年間押し通すんですよ。そりゃ方向修正できないって、こういうツケを国民が払うことになりますよね。そういうことなんですね、うん。これで、まあ、コロナは収束の方向に向かうとしても、うん、やはりまた新たな感染症というのが発生する可能性は十分にありますよね、うん。今後のそういう感染症対策のことを考えると、何をどう変えていったらいいんでしょうか。やっぱ文献化していくことだと思うんです、うん。その科学的な議論は誰が正しいかっていうのは分からないんですよ。権威は正しさを保証しないんですね、うんうん。ですからこれ海外でもやってるのは、専門家が専門家として意見を発表する、うん。特に日本にこだわる必要ないんですね、うんうん。グローバルに意見を発表していって、そういうものをベースにメディアが書く。例えば私ニューヨークタイムズの紙面毎朝読んでるんですが、ニューヨークタイムズって例えば今日なんかだったら2月の2日ですね、イタリアの少子高齢化問題が一面トップなんです、うんうん。アメリカの記事ってないんですよ。で日本の場合ってのはほとんど政府の問題なんです、うん。政府発表なんです。これ象徴的に日本ってもう徹底的に内向きにできていて、うん、視野狭窄なんです、うん。でコロナの問題を解決したいんだ、日本独立は無理なんです。で残念なことなんですが、コロナ研究は日本より中国の方がはるかに論文数も多いんです、うん。コロナだけじゃないんです、うん。ネイチャーに載ってるような論文数、私数えたことあるんですが、うん、だいたいアメリカが全体の3割だと、中国が2割ぐらい、日本は 5% いくかいかないかなんです。もう科学力で決定的に隣国に負けてるんです。韓国と日本大体同じです。なのでどうやってやるか、現実的には韓国だとか中国とネットワーク組んでいくしかないんです。で日本でそういうのと一番コネクションがあるのは実は九州の大学なんです。近いからです、立命館が九州に行ったような形、もう向こうの方が近いんですよ。孫正義さんがなんでジャック・マーさんの出資したかとか、ラインかって、あれ近いからですよね。こういう現状の地政学に合わせた仕組みを作らなきゃいけなくて、そうなっていくと霞が関で全部決める、今回さらに強化するって言いましたよね、官邸の権限。おそらく視野狭窄がさらに視野狭窄になっていくと思うんですね。まあ結局中央集権的なものの考え方では、科学的に正しい専門家の分野で最も適切だという判断がなかなかできないということなんですね、はい。日本の平成の、いやバブルの時の日本代表する企業って、例えば新日鉄であったり、さまざまな銀行、そうですね、ああいう東京中心者国策企業ってのは平成なんてほぼ弱体化しましたよね、うん。代わりに強くなったのがトヨタであったり、キーエンス、日本電産とか、基本的には中国に近い独立系の国策企業じゃないところが強くなったじゃないですか。あれ科学全く一緒なんです。でそういうふうなファクトベースに移していかないといけないんですよ。今回コロナ対策も
裏を見れば役人のポストと補助金ですよ。国立病院機構なんかはこの3年間で贈収賄事件が捜査2課に摘発されてますからね。あんな氷山の一角ですよね。で、元々が国立病院機構ってのは陸海軍病院、尾身先生の社保長なんです。そういう、まあ、ある意味お荷物組織を残すためにやった理由が公衆衛生危機に対応するためって、で天下りと補助金つけてて、いざとなったらそんな人って働けるわけがないんですよ。国民がそろそろ怒らないといけないんです。もういい加減にしろと。でも新聞が国内のことしか報じないので、政府のことしか報じないので、行かれませんよね。今回2類から5類へという話に対して、そういうこうマスコミも反対意見が結構ありましたよね、はい、であれはやっぱり背景には2類から5類にさせたくない、そういう感染症村的な人たちの話を聞いてるからということがあるんですか。はい、もうめちゃくちゃなんです、言ってることが。例えば朝日新聞が社説で、マスクを外していいのかと、死者が多い国、欧米の死者が多いのを真似ていいのかって書いたんですが、この第8波の死者が一番多いのは日本なんです、アメリカが次に多いんです、先週。だけど日本の半分ぐらいなんです、アメリカはマスクなんかとっくに外してるんです。でマスクの研究ってもういっぱい出てて、予防効果は2割ぐらい、専門的になりますが統計的に有意じゃないって、つまり効果は証明されてないんです、そんなの調べたらすぐ分かることで、朝日新聞の社説にもう明らかに事実が間違ってることを平気で書くんです。西浦教授って教団の教授なんかは、規制を緩和すれば欧米並みの死者を受け入れるしかないとか書いてるんですね。もう論外で、日本が一番死者が多くて、日本が感染者が一番多いので、でしかもそれよりもはるかに老衰で亡くなってるので、ああい こうロジックがもう通ってないような、あんなのが世論を作ってるんですよね。なるほど。あの鬼畜米英とか竹槍の世界とほぼ一緒なんです、ところでちょっとその話題が変わりますけども、はい、ワクチンのことなんですけど、最近ワクチンを 2,3 年前であればですね、もう大部分の人がもうとにかくコロナ感染したら困るからワクチンは当然のことのように、打ってたんですが、このことはどうもそのワクチンについてネガティブな話がいろいろあるし、で果たしてワクチンを打ったからといって、コロナに感染しないんだろうかというところもですね、結構ワクチン打ってる人でかかる人がたくさんいるし、なんかどうもワクチンを打とうっていう気持ちになれないような状況になってきてるんですけど、これについてはどう思われますか。あのその通りだと思います。ワクチンではっきり分かってるのは、打つと重症化するリスクを大幅に下げる、まあ、半分以上下げる、打ってから1ヶ月強は感染をするリスクを大幅に下げる、だから毎年インフルエンザのワクチンを冬前に打つように、ああいう感じの打ち方になるんですね、でかかると危ない人、高齢者とか、まあ、お子さんとか打つ、あるいは周りは医師とか看護師みたいな特殊な仕事の方は打つんで、まあ、そういうコンセンサスに近づいてると思うんです、コロナってのは新しいウイルスなので、どうやら風邪ですから何回もかかってようやく免疫を作るんです、お子さんが学校に上がるまではよく大病したけど上がって元気になったって、あれって何回も繰り返し感染して免疫を作っていってるからだと考えられてるんですね、だからワクチンも5回も6回も何回もかかることで免疫を作ると思うので、まあ、そろそろそういう時期に来てるんだと思います、ただ日本のワクチンの問題って、実は日本って先進世界の国の中で最もワクチンを信頼してない国民だって言われてたんです。これはコロナの前からです、実はワクチンの信頼度っていうのは国家の信頼度とほぼ比例することが分かってるんです。なるほど。消費税率なんかもそうですね。信頼度が高い国ほど消費税率高いんです。実はあの戦争第二次世界大戦で国土が焼けたとこって国家の信頼度低いんです。焼けてない北欧なんか高いんですよ。よくあれ国が小さいからだっていうんですが、バルト三国がすごい低いんですね、蹂躙されてるからで。実は私の母親なんかのやっぱワクチンに関する不信感で、私の母親の父ってのは軍やってたんですが、やっぱり731部隊とかああいう方々の影響ってやっぱ信用できないって言うんですよ。あの方々がどうやってきたかっていうのはもう分かってますよね。ワクチン事業ってのは帝国陸軍の軍医たちがやってきたことなんです。
その方々が戦後戻ってこられて薬害エイズ事件とかも関わりますよね。今回のその人たちが異形の技官と言われる人たちなんです。彼らの振る舞いってやっぱ信用できないですよね。あの国家の信頼度と非常に相関するので。3年前ですか、コロナの感染が始まった頃のことを思い起こしてみると、うん、安倍政権でしたよね、うん、でまあいろいろですね、ちょっと唖然とするような話がありましたよね、うん、安倍のマスクをはじめとして、うんうん、そうした中でおそらくこう国民全体の国のコロナ対策に対する信頼度は相当低かったと思うんですけど、うん、はい、そう思います。ただそのワクチンはさすがに最初のコロナってもう肺炎で亡くなってましたよね、うん、特に志村けんさんとかね、うん、ああいう人たちが亡くなったということがやっぱりみんな衝撃を受けてたから、うん、まあとにかくワクチンで感染防止するんだなということで、もうこれはもう国への信頼度と、まあ、ちょっと関係のないところで、うん、関係なかったですね、まあ、みんな打ったんですけど、うん、それが一段落するとだんだんその、うん、本当にこれから先も打つのがいいのかと思うと、うん、まあ、国への信頼度っていうのが影響してくるんですよね。そうです。現役世代の方は多分お一人お一人の判断で打てばいいと思うんです、うん、別に進める必要も、うん、ね、やめとけって必要もないんですが、やっぱりコロナ対策で国の信頼ってやっぱりないですよね。ないですね、うん、はっきり言って。そうですよね、医療が肝心な時にね、もう機能しなくなるというようなことを何回も経験しましたよね、うん、やっぱりそういうことを見ても、まあ、コロナもずっと感染が同じ状態だったわけじゃなくて、第1波2波3波ってこう感染が大きく拡大してまた収束してっていうことが繰り返されている中で、もっとやりようがあったんじゃないかっていうことは節目節目でやっぱり思いましたよね。当事者が、責任逃ればっかりするんです。例えば幽霊病床が問題になった時、去年の夏の第7波の時、8月3日か4日の病床占有率って、まあ、公開されてるんですよ。尾身先生たちの施設、国立病院機構、大体5、6割なんです、うん、病床逼迫って言いながら5、6割、それで年間1000億円以上補助金もらってるんですね。国立国際医療研究センターは病床占有率5割以下なんです、うん、そりゃあんたんとこはそのためにやるんじゃないのと、うん、そういう情報はなかなか出さないんですよね、うん、でだけど補助金とポストはしっかりいただくと。そもそも論なんですが、東京が逼迫した理由というのは、東京ってもう入院できる病院少ないんです、うん、厚生省の利権というのは全国一律に価格を決めれることなんです、うん、田舎でもこの六本木ヒルズでも診療報酬ってフィーは一緒なんです、うん、そうですね。下げりゃそれはこういうとこが倒れるに決まってるので、うん、ここ港区ですよね。港区ってのは大学病院とか大病院いっぱいあるんですが、200床以上のちょっと入院できるもう2つしかないんです。あ、そうなんですか。そういう病院も全部潰れていったんです、うん、とすると高齢者のコロナの人が入れるとこないんですよ、うん、文京区なんかもないですよ。大学病院はいっぱいあるんですけど、もう一つか二つのはずです、うん、そういう構造的問題があるんですが、そういうのは誰も何も言わないですよね、うん、なので東京を救うためだったら在宅で見る仕組みをするとか、うん、リモートをするってしないといけなかったんですが、長い間そんなことはいませんでしたよね、うん、そういう医療がすると二類の範疇を離れて介入できなくなるんですよ、うん、二類の枠組み、二類ってのは保健所と大病院でやるのが枠組みなんです、まあ、本来的な意味の医療じゃないわけですね、はい、感染症対策と医療がこう少しこう分離するような格好になってしまったと。本当に、健康を少しでも維持して、お年寄りの人たちも含めて、そういう命を落とすことがないようにということをもっと総合的に考えていかなくちゃいけなかったということなんですね。衛生警察の強制隔離、人権意識なんかないんです、
あの戦後の人はやっぱりこのことを考えたみたいで、隔離を扱った映画で砂の器ってあるんですよ、松本清張さん、はい、あれ野村義太郎さんが監督するんですが、野村さんって実はインパールの生き残りなんですよ。あ、そうなんですか、うん、で彼はやっぱり国家ってものをすごく考えてるんですね。で今回も国民なんかほったらかしで、国家の貿易措置なんです。国家って言っても結局は一部局の権限ですよね。日本の問題は本当にこうシビリアンコントロールが効いてないことなんです。本来その安倍さんや菅さん岸田さんやんなきゃいけなかったのが、この一部局の暴走をチェックできてないんですよ。メディアが戦前と同じように体制抑散会的な報道に終始してるんですね。まあ、そういうこの今回のコロナ対策の日本的な誤りですね、問題だったところ、今年このままコロナがある程度こう収束していくとしたら、どっかでしっかり検証し直さないといけないですね。で組織の在り方とか、その尾身さんたちのね、そういうグループ、こういう人たちに専門家として頼っていいのかということも含めて、改めて根本的に考え直さないといけない。おっしゃる通りなんです。いうことですね。誰がどう見ても尾身先生や異形の議官たちは専門家のレベルに達してないんです。で日本だけで決めたってダメなんだよ、世界のコンセンサスが、そうですね、うん、で実はコロナはオミクロンは東アジアから流行してるんです、韓国と日本が多くて、ほぼ同時期に流行して同時期に収まってるんです。中国ですら同時期に収まったんです。おそらく夏に大流行するはずなんです。でアメリカの感染者ははるかに少ないんです。西欧は少ないんです。これ東アジアの問題になってきて、5類に直して夏場の大流行の時にまたパニックになる可能性はあるんです。なるほど。あの感染者はこの冬日本が世界最高でしたからね。そうなるとその2類から5類にということが今そういう判断をすべきかどうかっていうことは問題ではないんですか。私は5類にしないとさらに漏水でなくなるので、一刻も早く5類にすべきだと思うんです。なるほど。正確な事実、オミクロン株であればかかっても大丈夫だ、なので健康を守りましょう。で東京のような弱い地域は特に補強しなきゃいけないですし、なんか患者さん国民中心に一歩一歩で打つべきで、専門家がこう脅しちゃいけないんですよね、あのリスクばっかり言うので。最初のアルファ型とかデルタ型、はい、よくあの肺炎で亡くなる人が結構多かった、あの時は2類でも良かったですかと思います。分からなかったですし、特にデルタ株までは致死率、その日ごとの致死率って高い時は 5% 超えてるんです、そりゃ怖いですよ、ところがオミクロン株ってもう 0.1% なんです。オミクロン株になってから考え方を変えなくちゃいけなかった、それができなかったということですね。オミクロン株になってまた強毒化したら困るみたいなのずっと言い続けるんです、だけどそんなのその時また考えればいい話で。で今年の夏またひょっとするとかなり流行があるかもしれない、これはオミクロン株なんですか。と思います。そうするとやはりもう2類から5類に変えて、5類で対応していくのがトータルでは一番効果的な感染症。2類の置いとくと保健所から関連する病院に指示を落とす形になるので、これ法的根拠があるの で5類になるともう介入する法的根拠がなくなる、ある意味技術的に現場で調整するんですね。本当は感染症法っていうのは患者国民は治療を受ける権利が保障したりするのが本来のはずなんですが、そういう意識は全くなくて、もうエボラ出血熱と同じ仕組みをこういう病気に無理やり当て込んでるんですよ。これがはるかに弊害が大きいので、早急に直すべきですよね。わかりました、まあ、そういう今日話していただいたようなこの3年間の日本のコロナ対策の問題点を、まあ、今後の感染症対策に生かしていかないといけない。根本的な問題はやはり感染症村的な発想から脱却しないといけないということですね。メディアとか議会、はい、野党の先生方もう少ししっかりされた方がいいですよね。わかりました、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。